とはい。ちょっとツイキャス読めてないやつが。はい、もうはい。もうマサさんからも来てるからね、久しぶりからね。ねまあ、どこワンツーエイサー始まってる。あ、始まってる。はい、ワンツーエイサーシーブンサビラー、お願いします。ワンツーエイサーシーブンサビラー、この時間はワンツーエイサーの後半戦シーブンサビラのお時間です。うん、シーブンとは沖縄の方言でおまけという意味です。はいはい。でもインフォメーションから、パーソナリティのインフォメーションから、うん、インフォメーション前半では入れなかったインフォメーションからパーソナリティのプライベート情報まで何でもありのおまけの時間です。はい、引き続きお相手は FM 小座めぐみと高志いらっしゃいどうぞ。お仕事エサヤの舞平です。はい、よろしくお願いします。相手に合わせてみる、それがコツ。はい、いきなり入ってきました。今日の、カレンダーのもう一個のカレンダーの言葉も、はい、すごいこう打ち当たりするあれですね。自分中心の考えでいると他人にかけた迷惑に気づけない。あ、深いですね。まあ、よく意味が分かりませんけども、分からないと思う。はい、高橋翔太が気づけてないってことですか。ああ、とんでちょっと周り見てみようかって感じですかね。はい、いや、周りが僕のことを見てくれるんです。あ、マジっすか。はい、僕は見ないです。OK、ということで、はい、ワンツーデイさん、シーブンサビラ始めていきたいと思いますけれども、はい、はい、前半でね、ツイキャスの方が来てましたけれども、ね、だだだだ、はい、ちょっとありがとうございます。ありがとうございます。していきましょうか。はい、うん、まあ、リスさんとね、マサさんが来てますけど、はい、ありがとうございます。はい、じゃあマサさんのやつを紹介していきましょうか。はい、はい、ご無沙汰しております。はい、横浜のマサです。はい、どうも。仕事の関係でなかなか聞けなくなってしまいました。残念。うん、全島エイサーの有料席チケットの販売 は発売は、はい、いつからですか。はい、という、はい、これはね、教えられません。マジでちょっとこの公共の電公共の電波ではちょっと、嘘、久しぶりに聞いてくれてるマサさんにも教えられない。うん、これはね、ちょっとね、観光局に問い合わせしてほしい。ああ、そうですか。うん、6月12日です。ああ、よかった、優しくて。やっぱり、うん、そうですね、これもうそっか、お知らせした方がいいかもしれないですね。うん、この今週末のですね、日曜日6月12日から、はい、沖縄市、観光物産振興協会ですね、ミュージックタウンにある元の観光協会で朝、10時から、はい、販売されます。で、県外にいらっしゃる方は、まあ、県内もそうなんですけども、コンビニを、ローソン、ファミマ、沖縄、あとはどこがある、こんなもんかな。うん、で、なんだろう、チケット買う機会あるじゃないですか。あ、はい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 、あれでもう購入できるので、おー、すごい。これも同じ時間です。12日の朝、確か10時、はい、10時ですね。おー、じゃあコンビニでも取れるよということですね。はい、そうですね。おー、すごいすごい。まあ、ただですね、はい、県内にいる方はもうコンビニで買う、まあ、県外もそうなんですけども、はい、コンビニで買うと座席の指定ができないんですよ。あ、うん、そうなんですね。はい、なので県内で、もしくは県外の方で沖縄に来て購入ができるという方は協会の方に来て買っていただければ、うんうん、座席表から選べることは一応できるんですけど、で、はい、で一応コンビニのこのチケットのままシステム上ですね、はい、例えば、まあ、2枚買おうと思って、うんうん、その2枚が席が外れるっていうことはないですと、うんうん、2枚一緒に買えば連番になってるってことね、席が。だけど例えばこれが、まあ、10名だ15名だと増えた場合、うん、そのスタ、席が例えば1,2,3,4,5で、はい、そう、6以降がその2列目になったりとか、なので前後ろ、中持ちだと5名前5名後ろとか、そういうことになる可能性はあるということらしいですね。あ、なるほどね。はい、はい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 、ですのでね、まあ、皆さん、うん、まあ、県内の方、まあまあ県内の方もそうですね、来れる方は、うん、観光協会の方に来て購入した方がいいかもしれないですね。じゃあこのコンビニで買う場合は、このコンビニのこのなんていうのかな、自動的に決まっちゃってるっていうことですか。うんうん、席が、はい、なるほどなるほど、そうでございます。じゃあいい席を取りたい方はぜひとも、はい、ね、直接観光協会の方にお問い合わせして、はい、
ともっと言うんだったら、うん、特にうちなんちの方なんですけども、うん、いい席取りたいくせに買いに来るのが遅いっていうギリギリもうないよこの席はっていうのがパターンがあるのでだいたいいつもね、はい、1週間前とかねギリギリになるとはい、いわゆる真ん中の S 席の E 席っていうのは、はい、一番早く埋まるので、はい、直前になって10名分開けてとか言われても開かないので、はい、そうですよね、そういう方はお早めにぜひぜひよろしくお願いします、はい、あとあれです、はい、販売してるところだから、さっき言った沖縄市観光物産振興協会、うん、で各コンビニさん、うん、あとあれです会場になる、小山運動公園の陸上競技場お、はい、にも売ってますので、はいはい、なるほど、ぜひ皆さん6月12日からもう日曜日ですか、はい、販売開始されます、はい、今週日曜日から発売開始ということです、はい、あと基本的に無料ですからね、全体さんは、ね、有料スタンド席の話ですから、うんうん、そうはい、見たい方はねちょっと遠くはなるけど、うん、それでも席が確保できて、はい、全体が見渡せる場所が、うん、とてもいい席が、はい、あるということですので、そういうことです、よろしくお願いします、うん、でツイキャスでもね、マサさんね、早いよ来てますね、行っちゃったよって、うん、行っちゃったよ、10時ですね、了解ですということです、はい、早速もう買う準備をしてくれてるってことなんでしょうかね、うん、はい、去年はね、あ、去年もいい席が買えたということだったので、はい、あ、スフィンクスさん、俺だ、スフィンクスさんなの、たかしは、あのね、うん、これ今ごめんね、とりあえず聞いてる、ちょっとじゃあ、説明しようかツイキャスでね、黄色い顔の人さんから、メッセージを来てて、スフィンクスさんご無沙汰してます、覚えてる、東京の町田市で一度お会いしましたねとコメントが来てるんですけど、このねラジオ、まあ聞いてくれてる 方で、2年前か3年2年前ぐらいかな、まあね、その今度餌のイベントで町田市、はい、ね、東京の行きますよっつったら、はい、その物産っていうか僕たちがその物販してるところに、物販してるところに来てくれて、うんうん、っていう方です。じゃあその東京の方でお会いということで、はいはい、そうですね、2年くらい前、そうそうそう、今またメッセージ来たけどね、あ、すごいですね、そうそうそう、覚えてる覚えてる、わー、そしてちょっ と、なんでスフィンクスさんが、あの時今以上に髪が長かったの俺今も長いんだけど、はいはい、当時ほら俺がマックスの時だったでしょ髪、うんうん、君の肩がね、あ、見つけた、君の髪がか、肩から伸びて、違う、まあ肩も本当に超えるぐらいの髪の長い時があった、僕一時期、2年ぐらい前、その時のその髪具合がなんかそう、なんかスフィンクスに見えたんだ、見えたらしい、あ、それでスフィンクスさん、そう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 、実際黄色い顔の人は本当に黄色いんですか、いやいや、だからこういうことですよね、ああ、なるほどね、はい、ブーさん、アイコンがブーさんだから黄色い、びっくりした、本当に黄色い顔の人なのかな、怖い怖い、だったら僕喋れませんよ、はい、もし黄色い顔の人が来たらここ、え、何言ってんの、いや、はい、でもすごいですね、うん、これでね、ありがとうございます、覚えてますよ、すごいね、うん、あとね、リュウスさんもね、ヒゲニーにいるよ、はい、ヒゲニーに今日はいるよ、はい、でさっきね、前半で、なんだっけ、あやぐ、クイズのね、うん、まあ間違いだったね、うん、はい、うん、だったけど答え2番って残念、大行あやぐじゃなかったね、間違えたか、残念でした、まあでもまた来週も5月、はい、答えてください、はい、ご活躍何してるよ、もう大活躍ですよご活躍、いや、そうでもないんだけどまあまあ、はい、でも ありがとうございます、わ、嬉しいね、ありがとうございます、ね、こうやって東京かな、はい、応援してくれている方もいるということで、最近ちょっと行ってないですけどね、町田の方にはね、うん、そうなんです、でもうちょっとまだ、あ、もうないね、時間ね、もうそろそろエンディングとなってしまう、早いね、何かありますか、週末釣り行ってるから、竹内さんがん釣り、うん、釣果がどんなだったかっていうのだけちょっと、あ、それだけ聞いて、ぜひ聞いて、それ聞いて、はい、終わろうか、終わろう、はい、じゃあ、うちの今隣にいる前田武さんですね、はい、日曜日月曜日と、はい、釣りしに行ったんですね、はい、ヤンバルの方に2日で、はい、アダというところにですね、うん、へー、でまあ結果ですね、まあ、うん、いかほどだったかと、いかほど超過の具合がですね、取れたのかと、うん、釣れたのかと、はい、ズバリ、はい、ズバリ答えてもらいましょう、わかりました、どうでしたか、ゼロ引きですヤンバルまで行ったのに2日間行ったのに餌あげてきたあ、やばい、育ててきた、ペットに会いに行ってきた、ね、優しい、はい、でも楽しかったですよ、あ、いいですね、キャンプもしながらね、キャンプ、うん、いいね、簡単なね、簡単なキャンプしながらね、やばいやばいやばい、もうズバリゼロ引きだったということでね、はい、じゃあ、はい、今日のエンディング曲は中森明菜で、じゃあお願いします、宮森です、ね、はい、
お時間ない、はい、ないですけど、はい、ないですね、はい、ごめんなさい、はい、ワントゥエイサーシープロセブンのお時間もあっという間です。はい、ぜひ皆さんエイサーよりも遊びに来てください、はい、エイサーライトも来てください、はい、はい、お待ちしております。それではまた来週お耳にかかりたいと思います。はい、お相手は FM 小座めぐみとエイサーやたかしと今度は釣ります、前平です。よっしゃまた来週お会いしましょう、はいはい、さようなら、さようなら。